とりあえずせっかくだから俺はかがり火を戻ってエスト瓶を二重にするぜ。あのショートカットのエレベーター降りて一本道抜けたら変なやつがおってみたいな、うん、まあ先に鍵取りに行った方がいいかも。うん、はいや。さみなさみな。イライラエイエイ。やっとする AI だね。でこれでさっきのとこ戻ると、うん、で来た建物にちょっと戻って血痕があるんだけど、あれ飛び降りた。いやいや左対戦やと思う。あれさっきのとこ戻る。魔術師に気をつけて。あれ取りに行くの？いや、あれだね。あれはソウルやな。秘伝のソウルやったの。そしてこの真上にいたね。アイテムがブラックになって、ギョロ入ってきた。何この威力。どっからどういう風に行ってきたの？もう用しなかったな。これちょっと威力やばすぎね。あ、死んだよ。進め。走んでて。で走ってって左の壁沿い。左。左、そっち、そこ。こんなとこに階段が。持ってたやつ殺すか。バカじゃないのこれ。何この威力。二周目とかやったら一発で死ぬ。で左、な後ろ後ろ左、そこまっすぐ左をローリングで入る。ここにね、うん、アイテム取ってきてからでもいいけど。お、まあ、いらんか、くさび、赤くさびは。いらんやろ。 OK。 鍵はそこの宝箱に入ってる。お、やるやろな。輪っか見りゃいいのに。いや逆やな、入っとるって言われたから、うん、入っとるで、入っと、最悪だな。何も言わなかったら多分調べてた。入っとるって言われたから普通に調べた。いや俺入っとるなと思って、うん、けどなんか堂々と調べたから。普通さ、アドバイスする人がそこ入っとるからって言われてそれは出るな。そこに宝箱があるとかならともかく、そこの入っとるとまで言って。だって入っとるで、あれは。それは無理だわ。輪っか見る癖つけようぜ。輪っかとかぶっちゃけ見えねえし。俺いまだにだって輪っかとミミックの違い分かってねえし。書いたろうか。ええ、前も書いたけど、前も書かれたよ。あ、そう。そこまで見、そもそも見る気がないっていうか、輪っか見るぐらいなら殴るっていうか、単純に殴ってくれよ。普段殴ってただろ。いつも殴ってたろ。こいつは落ちたっけ。落ちてんか、こいつらは。スパイル、カオス、スパイル。マシンだ、普通に倒していくか。
あ、しまった。触ってねえや。また無駄に、無駄な労働時間が続く。降りて戻るときに一回踏んどった方がいいかもね、もしかしたら。それはあの、一番あれのな。待ち時間がないとかね。戻ってくるやつ。無視できるようになるわけ。うわぁ、さっきの納得いかねえわ。引っかかるかな思ったら引っかかった思った。引っかかるじゃねえ、風呂だったじゃねえかよ、完璧に。さっきのは。ああ、すべて疑わんと。なんでアドバイザー。アドバイザーを疑わんと。あれだろうな、プレゼントって言われてびっくり箱が出てくるようなもんだぞ、さっきの。お前、これでアドバイザーに殺された2回目やぞ。そんな少なかったっけ。うん、俺の線の古城と、あ今の、あったな、それ。今のエロマジンの。またやっちゃった。綺麗な、このそれ。じゃ、また結構いるし。近くじゃないから、あれやな。もうきついな。プレイだって、適当すぎる。意外と体力高いよな。一応簡単な倒し方だけ教えるよ。多分、両手も準備してるか。触ったのかな、触ってる。さすがにこの労働時間無駄がもうだるかった。リバースでできるかな。頑張ろう。連続で死に出すとだれるような。プレイも。あ、できんの。何が？リバースでプレイが。ああ。2発どれもじゃあ一発かな。間違えた。プロロスんじゃねえよ。癖でつい癖でやっちゃうんだ。一応こいつら釣って、ああこの前押し止まってたの。そうそうそう、ここでまとったら大体落ちるんだ。大体落ちてくれるから。あれ落ちてくれへん。まあまあ半分は落ちちゃった。直す OK、 運が良かったら全員落ちてくれるからさ、うん、でもまあ現実これこれはケリングからね、うん、無双するよりは安定や、うん、実際もう次からはこれ無視するように戻した方が上に戻すからこれエレベーター戻す時にあの踏み外して余裕があるんだよ。うわ怖っ。ちなみにここから見えとったソウルあるやん、うん、あれ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 が秀夫のソウルやったと思う。秀夫は2万だから結構うまいんだよな。秀夫は1万やんな。あれえ、あの、偉大な秀夫が秀夫えこれか、あいつここはあれだと無視できねえな。駆け抜けれるかと思ったんだけど無理だな。よく外したらいけるかもしれない。ジュロリテは無理やな。やばい、無駄なところで垂れてる。戻す作業やってるか。まあ待って、次失敗したら任せる。ここで AD 刺さる。課長がだらしねえから。ほら、ほら。さっき今回は戻してるから、そのまま駆け抜けよう。来るかな。大変だよ、怖いんだよ。意外と落ちそうなるよあれ、うん。なんかふわっとする浮遊感を感じることがいい。あ、俺の死体がある。え？なんで飛んだ？バトルしたの。やべ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 魔法がやべえな。思うのが多かったな。これはいけるな。エロマジンの世界に乱入したらこれより強い魔法でガス蒸発
決勝やり、あれマジで鬼畜やでな。追うもの装備しとって追うものプラスあれやしぶきピシャーで終わりちゃう。しかもローリングできんで俺、あの、あそうか、緩やかな歩み使うから。よっ、俺のメイス対エロマジンの魔術で勝負したいな。パソコンとプレステ3じゃん、うん、レベル200で、でな、これ行けへんか、行き止まりないけど、うん、例の光で消える壁があって、音が近づいたらなんか変な音がする壁があるんやけど、逆逆こっちの方のか、左、これ、それ変な音やろ、そこで、例のこれ持ってなかったらランタンでも OK、 スカイランタンでもええし、照らす光でもええし、光さえあれば。あれ、結局鍵取ってねえだ。ここは敵おらん。ジャンプが横に書いとったで、さっき。ジャンプでもいけんねん、これ。いけんの、ここ。あそこか。でも、すごい難しい。こうなん、言わなきゃこうなんだよ。言われたから取ったんだよ、さっきのは。間違ったことは言ってないけどな、でも、うん、ちゃんと鍵入っとったんだからね。ロイドの投げそう。で、ローリングで。まったく。このタイミングで説明見てみよう。多分書いてくれとるじゃんと。逆でそうです。説明は後にする。ちなみに、よう見とったら、さっき倒したザコおってんか。頑張り。いたな。あいつが、この宝箱を指さして、なんかゲラゲラ笑うモーションがあるんやけど。へぇ、それは知らなかった。うん、それ見とったら、ああ、これミークやなと分かる。で、こっちが、な、ここの階段じゃ、はしご降りたら、しぶき打ってきた、しぶきじゃわ、闇の玉打ってきた、玉打ってったやつのとこに、やつの出る。よしわかる。ロンド振った。だけどもうここ来ることねえだろ。もうないな。今をこれ終わらしちゃったら。エスト、もう5杯飲んでしまった。お腹たっぷんたっぷんや。ねえ、そこ下飛び降りるんやけど。下ひでよ。下降りて、で右。そっちこっちで。双子。双子。今さら人間性だ。人間性かっこ笑いだな。これで終わり、ここの探索は。あと、秀夫さん？あと秀夫ぐらいな。まあ、取りに行くリスク考えたらいらんけど。いらんな。こう、飛ばれていいんだよ。うん、オッケー。いいよ。で、これがあれか、入り口のとこか。でも、上の倒してるから、いけんじゃねえの？ああ、倒しと。だけど、もう正面のやつおる。正面がまだおるからな。あと、こいつ一匹？あ。あと、こいつだけだ。一匹やったらいけんな。しかも溜め詰まってんだよ、こいつ。イラッとイラッと不安。お、大掛け、緑で、今のちょうどカウンターで待って即死やろ。結構食らうからな、ほんとびっくりするわ。魔法ってこんな強いんだ。よし、探索完了。もしかしたら騎士装備が魔法に弱いんかもな。魔法耐性ここじゃないのか。 9.1 分かれへん、基準が分かれへん。闇魔法は物理も入るからな。あ、低いな、低いな。15へ普通にあるもんな。イノシシがダントツいく、うん、低い方ぐらいだな。飛び抜けて低いってほど低くはないけど、他のパラメーターに比べると低いなっていう。てか毒結構きつ。で、順路がその先な。で、これがショートカットのこれな、うん、あれ、例えばアイテムを吊るされてるって言ってなかった。いや、もう取った。取った、うん、あの敵の攻撃で落ちちゃうんじゃん。多分そうやろな、うん、いるな、いろいろ。お、学習した。学習した。突っ込んで死ぬかなと思ってたんやけど。俺も。どこに行くぐらい出てくるわ。そいつは
別は魔術え魔術やろうやから景気を行ってもた回復回復そこ多分こういったんかな銀ペンで弾くという手もそんな手はないそこから毒矢打ってどこにして放置かなあもう1匹やったら大丈夫かな1匹と思うじゃん大変なことになったよくは治ったな危ねえおおやばいスタミナ気ぃつけて無茶したな我ながらなんとかなったなんとかなったぜテスト20にしといて正解やった正解やったここでこんな苦労する思わなかった、うん、きついなきついな威力がねえなやばい大丈夫か大丈夫か大丈夫かバカめ一段下に降りた方がええかもな あれで引っかかるから そこの方が多分当たら当たるわちょっと後ろでその辺かここ大丈夫多分たまに来るかもしれんこれもあのドンベに教えてもらって一発目食らったよなクソ1個しかなかったあ、帰った何かな手前のやつからの方がいいんじゃない何しようとしたのあ、カイミンか近くなんだよなこれ全然遠いよコンポジだな、威力で考えるとあコンポジは距離があると威力落ちるなんか2匹だりーなあれはあの竜弓あれダメージすごいで竜狩り竜狩り使えんのかああ、うん、技量が2足らん使えんわ別の意味で下ってるねアリスしかねえなつか突っ込んでこれ火でもいいよ来い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 あ、あ、大火球、うん、柱に隠れつつあもう一個ちょっと遠すぎるなおうわもう一個手前の柱に行きたいな OK おらこっち行くかあと一匹何笑ってんのバーッこれかかっちゃったこれから毎日イヤバやろうぜで後ろにソウルうん人間性人間性かソウルかソウルソウルそっちじゃないそっち音でそっちじゃないそこここやったかなうんここやな勇敢な勇者んで、ここの敵が別にボスでもないんやけど、硬い。硬いし結構強い。強いし。マジ？物理が通りにくいから、うん、あの、やるんやったら呪術の方がいいかもしれない。さっき使っちゃって。いやー、手紙使うか。大ハッカーとか残っとんじゃん。大ハッカーは残ってる。じゃあそれでいけば。うわ、石像動かし、動いてくるな、これ。どれが動くんだ？全然関係なかった。ん？なんかでっけえな。カブトムシ？なんかな、動き分かりにくいから。分かりにくいな、うん、こいつは。倒しても特になんか落とすわけではないし。あんまり。いや、聞いた方がいいよ、これでも。これ強い方？強い方って意味で違うな。あのいわゆる強い雑魚。強い雑魚。再配置はされる。あれ。で、ドロップ品がすんげえ強い。レザーやったっけ？いや、チェイン。チェインか。で、なんだ。じゃあ、あいつチェインでガッチガチなんやな。ガッチガチやぞ。あ、そっち来たとこな。
戦ってると分かんなくなる。で、かがり火。ああ、よかった。これ無視したらいけねえの？無視していけるよ。エレベーターあるから、それ降りたら、かがり火やな。変なの乗っとるけど。あ、言うてまうんや。特にな。これ起動して再起動して、あの、プロロしたら、ボード落ちていくんじゃん。こいつおらんくなるらしいな。再発されんのか、あれ。うん、そう。なんもない。それ、かがり火。明かりをつけましょう、かがり火に。ああ、台掛け出たような気がするな。77、84、すげえ。ハベルか。そりゃすごいわ。あ、並んだな、もう。で、これとこれが。40、90、50。魔法と雷がこっちの方がいい。まあ物理 100% かっても安心するやろ。安心するな。で、そっち行き道ないけど、もう一匹ボス狩り忘れとうから倒しに戻る。一旦転送で、うん、あ、転送でもできるって言ってたな。あ、ここあれでもいいマックス強化で。ああ、注ぎ火。うん、まあ後でいいんじゃね。うん、まだある。かがり火、かがり火じゃねえわ。エスト、あんまねえわ。ロートレークの影はか、一度ぐらい乱入されたいんだけどな。勝てないにしても。ほんと来ねえな。なんでだ。何してんだ。装備してたかな。してなかった。人間性、人間性常に装備した方がいいで。人間性はそこじゃないな。うん、あのアイテムとかな。注ぎ火一個ずつ。いや、する。下からの方が早い。よし。で、乱入されるやろ。ベストは多く、多いと安心するね。多い日も安心。ここで乱入はされたことないな。一番下ってこと、うん、俺もここ生身で行ったことがねえな。いや、あるな。いや、大丈夫やったわ、生身、うん、全然来へん人、こんな市街が一番多いな。市街飛ばんの。市街はもうしょっちゅうやね。今日乱入される市街の、そうそう、裏シール市街で、例のボスってのは狼じゃねえけど、あれ2匹。いや、それはまた別。あの、顔見せしたドラゴン。そうか、例の尻尾切りか。で、階段登っていけたやろ、この逆で。そっち。あ、違う。うん、違う。あ、鍵取った。そういうことか。鍵取ったって。右右右。あ、ええで、ま、あ、どうせ今行ったって意味ないやろ。ん？あ、まあ、そうやな。一回。あれか、トンドーのミントがあんのか、確か。その例の上の鍵閉まっとうってとこがさっきの鍵か。そう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 。左。左。右。右。まっすぐ。違う、左、右。右。まっすぐ。そうか、リバースやから右言ったら左向くんか。右。右。でのこのアイテムの奥ね。ここに超頭の絵出来上がるわ。クソ AI。このゲームで一番頭いいと思うよ。分かんないけど。まっすぐな。うん。絵で向いてたら。違うのか、敵かなんか。侵入されたらたまに敵の時がある。うん、そういう。これに擬態しと、ちょっと色は違うけどな。侵入者多いよな。てっきりこれ、近寄ったらこの、あの木がガラ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 って吹くの。うぃ、びっくりした。
あれ頭悪い。なんで？水の中に隠れとんか。いや普通におるよ。うん。ん？保護色なだけ。あ本当だ。ワンワンをこの中にユリアが。あれ？あれ？なんで？ん？普通はこの犬攻撃当たらんの。当たらんの。ちょい？ちょい？大盾やろ。ほら。かもしれんな。あれ？さっきこうやって地面に沈んでいったぜ。倒した。すげえ何にもなく倒してもた。あったんねー。イライラって普通はなるわけだな。なる。尻尾が有効だ。姿が見えたらオッケー。待て。ちょっと 上気味で。うんそう。それでもやばすぎて。ストップ。おう。サムネ。そうああサムネ効果ダメか。オッケー前で戻って。あれないんだ。あれこれでな倒しに行こうとして下降りると死ぬんや。死ぬんや。高すぎ？いやあいつ下降りてこんの。下降りてこんでずっと炎入ってる。別に倒す方法ゼロじゃないらしいで。魔法とか。あマジいけるの？この上から弓狙撃やって。へえ。釣られたら死ぬ。かこれで帰ろうか。で、例の階段登って市街にしてないだ。うんまっすぐ飛べるしこのロード時間だあ、意外に早かった深淵はロードの早いんだ市街って市街ロード長そうやないや、ここ早かった気がするあー、でもてっきりアルトリは DLC やからハードディスクにあるからロード早いのかと思ったけどよく考えたらディスクに全部入ってる方だでも早い方だよ早い方やなまだでここ右くそ障害装備してやろうかもこっから3割も増えるんだろう2割か3割かお前ええけどなハベルずっとつけてんたらうんん音で階段の後ろにアイテムねえかなと思っただけあった気がするちなみにそこじゃ死ぬであれ、いかんの左いや、アイテムあった後でいるソウルがあったと思ういや、もうアドバイザーはある意味信用できんこいつら俺が死ぬことを楽しみにしてる秀雄や偉大なる秀雄のソウルが2枚うん、一周で1個しか取れんかな2個嘘2個2個イザリスとイザリスとショコのシースがおったとこああ、あったわ巨人なんかシコシコ聞こえるやろシコ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 選択肢だけ間違わんようになじゃあ連打線を気をつけるってことかおアトラスさん誰お風呂のおなる前だ、ありがとうこうして隠居の実役立たず買うクソ団子、期間こんにちは期間安いやろ、こうこれや、買っときゃいいんだよね喋れるんだうん、買っとくわオンラインするかどうか知らんけど、うん、一回も乱入されてないあ、台掛け買えるやんちょっと安いやろちょっと安いこれ買っとこうかちょっと台掛け買っとこう多いんこんだけマラ黒いるよこれかイエス、うん、黒ストーンカーカラミッドあのサムネになりそうなところがあるわI intend to... 諦めるつもりはないのだろう？イエス。倒し方教えてくれるんか？いや、違う。Good. 言うというのだろう。And I owe thee much for thy ゴーの優雅に。ん？ムービー？ムービー。サムネになると思うで。おお、かっこいい。この巨人、目が見えんのやんか。
小団子作ったんじゃない。いや、あの喋る人面なんちゃう。ユミじゃん。ごっついユミとか話にならんぐらいでっかいユミ。これ後でもらえると思う。装備できんの、うん、めっちゃ小さくなってる。落としてくれんのが。そう、目が見えないのに、のに手配で月光、月光生来目が見えない。すげえ。これ当分飛べないみたいな。惚れてまうでこれは。かっこいい。見たか、見事命中だ。見たお。しばらくは飛べぬだろう。でこの後さっきの飛び降りたらいいのか。うん、じゃあ霧ができとう。お、ちなみにこいつ目が見えんからさ、うん、あの音消す指輪あるやん、 あれつけて倒したら気づかれずに倒せる。倒すの前提やけど。スイッター方は結構強いな。うん、結構暴れて強い、うん、千の古城の あれと同じモーションと思うやん、うん、ちょっと違うな。ちょっと違う。てかなんで倒すこと前提の話してんの。NPC は倒すもの生かしてちゃう。あいつ倒したらあの GO の、 あの防具が手に入るから、だから周回する前に倒すの結構あるな、うん、あ、一周目のうちに倒しとくってことか。そうそうそう。一応まだあいつにもらえるアイテムあるから生かしておいて。生かしておく。こっちの手の内じゃねえか。だってお前、お前キアラン殺したやん。キアラン殺したやん。うん、そんな感じ。だってアルトリさんの魂奪われたくなくて。渡さん方が防具までつけてくれるっていうさ。あ、白サインがある。白サインがある。呼ばねえけどな。こっちじゃないよ。ん？あれ？こっちじゃなかったっけ？そこの横やな。そこじゃない。後ろ。ああ、俺が魂取っちゃったから分かりにくくなっちゃったね。いいの復活して、あれ？いいの倒した？その後、かがり火に当たってないから復活してないか。かな？とりあえず一遍やられてくるか、魂のね。時間使ったらあれやろ。あ、そうか、全部。時間使ったな。お、ちゃんとかわした。こうなるんやな。おこうなる。本来こうなるはずやったんや。けどさっきなんか 3ミリともサクって言ったから、うん、えって思って。じゃあ俺の素晴らしいプレイを見せてやる。先読みやろ。いや、みんなが試せんとする。で先にかわされる。来いよ、来いよ、ベネット。銃なんで手がかかってこい。ほら、完璧じゃねえか。ほら、完璧じゃねえか。いいね。所詮、お犬様め。気ができちゃう。行きますか。ここの尻尾切りで積む？やり方知らんと、無理やな。正気ない。うん、